2番の前島がここで車を上げていくか、3番の斉藤はその様子を見ている。前を抑えた2番の前島、下がった3番斉藤はうまく4番手をキープか。後方からそれを見て1番の古川も上がっていこうという体勢。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周、しかしペースを上げた2番の前島です。後ろ5番の鈴木、3番手には7番の石田、4番手3番の斉藤が絶好の体勢か、まくっていけるか。バックストレッチ、先にまくったのは1番の古川、しかしそれを見て3番斉藤が合わせていく。3番手から2番手に迫っていく。5番の鈴木の横を通過して2番の前島に並んでこいというところ。4コーナーから直線、前島先頭だが外から3番斉藤抜けてくる。後ろから7番石田も並んでゴールイン。3番の斉藤、7番の石田。